説明できますかね。ようやくってものが何なのかっていうのが分かってないんじゃないかな。つまりようやくっていうのは社長を探すことなんですよ。はい、どうもこんにちは、高能塾イズム現代文講師の田中です。さあ皆さん、質問なんですけど、要約ってちゃんと説明できますかね。学校とか塾とかで文章を読んで、はい、じゃあ要約してくださいって言われた時に、大事そうなところに線を引いて繋いでみたりとか、そもそも手が動いてないみたいなのが僕のイメージなんですけど、皆さんどうですかね。つまりなんか、みんなあんまり要約ってものが何なのかっていうのが分かってないんじゃないかなっていう。でそれが分かってない状態で現代文を学んでいるっていうのは、何のゴールも見えないままただ勉強を進めてしまっているような状態なので、要約ってのが何なのかはこの動画で知ってもらえたらなと思ってます。でそもそも要約っていうのは社長を探す力だと思ってください。要約力っていうのは簡単に言うとまとめる力っていうのを、僕なりの言葉で言うと社長を探す力だって捉えてほしいんですよね。社長を探す力って何やねんと思うかもしれないけど、文章をまず読んで捉えるときに、それね、会社だと思ってほしいんですよ。でその会社を理解するのに、誰に話を聞いたら一番その会社のことが分かると思いますか。多分社長じゃないですか。それだって社長がその会社作るときに、こういうミッションを達成するために作ろうとか、そういうビジョンとか持って作ったわけじゃん。でその話を持ってるのは絶対社長ですよ、ね、だから社長を探せっていう。じゃどうやって社長を見つけるんですかっていう話になるわけですよね。でここに出てくるのが抽象度と具体っていう話で、それ何かっていうと、言葉には上下があるって話なんです。文章ってさ、こうやって横に進めるなんだけど、実は上下なんだ。その上下の中のその社長を見つけろってこと。例えば社長ね、部長とか平社員とかいるじゃん。でその時に何考えればいいかというと、面倒を見てる人のこと考えてほしい。新入社員とかの人って、じゃ誰か下で面倒を見てる人いるかっていうと、多分いないんだよね。その人が例えば営業部だとしたら、その営業部の部長、営業部の部長は部の中にいる人を見るってなった時に、平社員、係長、部長とか、その中でこうなんかこう上に上がっていってことが分かる。言葉のそれとランクが上がっていけばいくほど、面倒が見る人が増えるっていうことね。このことをちゃんと理解しないといけないっていう。でなんで社長を見つけなきゃいけないかというと、社長が一番面倒を見てるからね。で面倒を見てる人数が多いからこそ、そこでまとめ役だから。でまとめ役なんだから、その人を見つけたら勝手にまとめになるじゃん。それがようやくって。社長とかどうとか言ってるけど、現代文にどうやっていかすねんという声がね、聞こえてきそうなんで、ではやっていきましょう。はい、ではじゃあ早速やってみたいんですけど、まずね、じゃあ自分で一段落をまずじゃあ読んでみましょう。はい、でじゃあ読んでみました。じゃあちょっと見てみましょうか。一段落。1996年に打ち上げられた NASA の探査衛星マーズグローバルサーベイヤーが火星に最接近し、その表面の鮮明な映像を捉えたと言ってますよね。でこれ読んだ時に、はい、何考えました、あなた。へえ、終わり。でそうやってやってるからね、そのまま続き読んじゃうね。そこには複雑で奇妙な起伏が広がっていて、それをじっと眺めていると、そこには実にたくさんの人工的な印象が課されることに気づく、ゴリラにいたとか言って、結局読み終わって、だいたいそういう人にさ聞くわけよ。さあ一段落、何の話でしたか。なんか火星のなんか衛星の話ですみたいなぐらいなけ。だからできない、現代文が。じゃあ何考えればいいかっていうと、いい、言ったっしょ、社長を見つけてくれってこと。でその社長ってのはすごくたくさんの人を面倒見てる人なわけよね。今回で言うと、一段落はこの火星の話、 NASA の探査衛星マーズグローバルサーベイヤーの話をしてるんだけど、この時にじゃあこれすっごい上の話なのか下の話なのか、どっちだと思う。言葉を変えると抽象と具体なわけよ。下であればあるほど具体、上であればあるほど抽象ね。今回その NASA の探査衛星グローバルサーベイヤーの話が具体なのか抽象なのか、社長寄りの話なのか平社員寄りの話なのか、どっちか分かりますか。で言うと、これはだって探査衛星の話だから、ずっとこの後それが続いていくと思う。 NASA のさ探査衛星がさって言って、そんなが続くと思う、なわけないっしょ。でつまりこれ多分具体例なの分かりますかね。これ読んだ時にちゃんと今自分が読んでるものが具体例なのか、いい、抽象なのか、平社員の文章なのか、社長のところなのかをちゃんと考えてほしいわけ。これ読んだ時何考えればよかったかっていうと、あ、具体例だってことね。ってことはここら辺の下のレイヤーね、ここら辺の話だってことをまず頭に入れる。ってことはで次何すればいいかっていうと、上の話が絶対出てくるじゃんってことね。これを待てるかどうかってこと。この1文目とか2文目を読んだ時に、あは、はいはいはい、これは具体例ですね。ってことはこの上が来るなっていう、この上を準備 したかどうか、これが現代文ができるようになるかのもう分岐点です。これがやってないんだったらできるようにならん。じゃあ次行こうか。でそこには複雑で奇妙な起伏が広がっていた、それをじっと眺めていると、そこには実にたくさんの人工的な衣装が重ねていることに気づく、ゴリラに似た横が塗り替え、マスクをかぶった怪人旗本は大きいまで、実に様々な顔が住んでいると。火星からこう見たら、なんかいろんな顔が見えたって言ってる、ただそれだけの話よ。すっごい具体的な話じゃん。ここで、あ、具体的な話、今ここにいるんだっていう自覚を持ってくださいね。そして次いつこれが来るのかってこと、もっと上の話が出てこないかってことね。これが準備、読む準備ね。でこの状態がこう読まされてないってこと、自分でちゃんと文章を読んでるぞっていう状態ね。でこの状態を作ることがめっちゃ大事で、特に入試本番とかでこうめっちゃやられるからね。ただこうやってブーって読んでると頭の中がさ通り過ぎてっちゃうって、文章がなんか経験ないですか。こう読んでるだけでなんかこう、あーやべやべ全然頭入ってこないやつって、もう一回読まないとみたいな、ブブーです本当に。じゃなくてちゃんとこう自分でこう
コントロールする、この文章ね。で、今は一段落読んだ段階においては、今は具体例を読んでたんだなっていう理解をちゃんとして、で、その上が来るなっていう準備ね、それができてるかどうかがマジで大事。じゃあ二段落いきましょう。私たちは本来ランダムなはずのものの中にパターンを見出す、いや見出さずにはいられないって言ってるんだけど、はい、ここでちゃんとストップしましたね。いい？二段落の自分目見てくださいよ。私たちはって言ってんだよ。私たちって誰？人間でしょ。人間っていう主語が出てきたんだよ。今まで火星がうんぬんとか言ってたんだよ。どっちが上ですか？どっちが社長なの？で言うと絶対私たちの方じゃないですか。で、私たちは、はい、どんな人なんですか？本来ランダムなはずなものの中にパターンを見出す人たちなんだって。めっちゃ上の方じゃない？めっちゃいろんなものに当てはまりそうじゃないですか。だって私たちの話なんだから。私たちは本来ランダムなはずなものの中にパターンを見出すらしいよ。すごいこう上の話だ。人間の話だから。で、いや見出さずにはいられないらしいよ。もう絶対見出しちゃうんだって。で、顔は火星のあるいは岩壁の表面にあるのではない、私たちの認識の内部にあるっていう話をしてるね。すっごい今ここの話、さっきの一段落よりは上の話をしているんだなってことがちゃんと分かってるかどうかがめっちゃ大事ね。で、今だから一段落二段落の関係をこういい、こう横に並んでるんじゃなくて、こう上下にできるか、2の方が上で1が下っていうこの関係図をちゃんと作られてるかどうかね。私たちってランダムなものの中にパターンを見出すんだっていう、その話を具体化したのが一段落なわけでしょ、ね、いろんなものが見えたなって言ってるんだから。で、次じゃあ三段落いこっか。で、三段落いくと、コンピューターグラフィック技術って言ってるから、はいはいはいってなるわけよ。いい、わざわざ CG の話してるんだよ。じゃあその CG は、さっきの私たちの話と、この一段落の火星の話と、これどこと一緒なの ?CG の話は、またこの私たち人間の話は、この下の方でしょ、こっち。自分が読んでるとこが今どこに分類されるのかをちゃんとできるかがめっちゃ大事ね。だから、コンピューターグラフィック技術によってという話が来ました。ああ、例ですねっていうこと。で、さらに、ね、ここでまだ もっとわかるわけよ。これ例なんでしょ ?CG の話と火星の話は下にある。でも上がわかってんのよ、もう。何の話が来ると思う？上誰だったっけ？上は、私たちは本来ランダムなはずなものの中にパターンを見出すよねって話から始まってる話なの。だから、この CG、この三段落に書いてあるこの CG の話の中にも、絶対にランダムなはずなものの中にパターンを見出すみたいな話が出てくるわけよ。じゃあ、それが出てくるかなを待ってればいいだけなの。なぜならもう具体例だから。もうオチ分かってんのよ。分かる？もうオチを知った状態でもう話を見ていけるわけ、この先。これがめっちゃ大事。すごい安心でしょ、だって。出てくるんだもん。ランダムなはずの中にパターンを見出すみたいな話が絶対出てくるから。その方が上だから。その状態でちゃんと読んでくださいね。この3になる。で、こういう準備をするのが要約ができる読み方なわけ。で、こういう読み方をしなければ要約ができません。いいですか？断言しておきますよ。ちょっとこの先読んでくる。いい CG の話ね。だけど、我々が見つければいいのは、そのランダムなはずのものの中にパターンを見出すみたいな話がどっか出てくるんだろうなぁと思いながら読めばいい。じゃあ行ってみましょう。例えば超未来的な宇宙船、恒星から強い光を浴びて戦車は眩しく輝き、他方船尾は暗い宇宙に溶け込んでいる、そんな画像である。で、コンピューター計算によって暗黒と輝きとの間、濃淡の階調がほんのわずかずつ精密に減少するような完全に数学的なグラデーションを作り出すね。 CG の話だなぁって思っておけばいいじゃん。だけど CG の話じゃない、ただのじゃなくて、我々はそのランダムなはずの中にパターンを見出すみたいな話がどっか出てくるんだろうなぁと思って、くだらねえなと思ってこの CG の話を読める。で、次。で、この無論人間の目はある段とその前段のというで、ここもぶっちゃけ一緒です。CG の話だから。ね。まあ読んでもらえばわかります。いい、割愛するよ。で、五段落も一緒。ところが事実は全く異なる。まだ CG と話をしてるの、これ。CG ってさって話をしてる。読めばわかる。で、六段落。で、一体何が起こってるんだろうか。で、何に起こってるかって、これまた CG の話を。CG 見てみると、なんかギザギザに見えちゃう時があるよみたいな話なんだけど、まあ後でゆっくり見てみて。で、ギザギザや縞模様はとか言ってるんだけど、まあこれも CG の話も、ざっくりとね。だから、もう3、4、5、6、ずっと CG の話。で、そこにまだパターンがどうこうみたいな話は出てきてないから、まだまだだなって思いながら読めばいいと。もう読み飛ばしてもいいレベル。ね、どうせ CG だからっていう。適当に読める。だから1段落がこう下、2段落がこう上になったでしょ、抽象度が。で、3段落からまた CG の話になってから、こうなってこうなってる。わかる？こう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 ってね。上下、こういう抑揚がちゃんとつけられるかがめっちゃ大事。現代文読むときね。だから6段落もこういう具体例だった。まだ続いてるなってこと。で、7段落いくよ。で、おそらくそれはで CG の話をしてるね。 CG でこうギザギザ見えちゃうなみたいな話は、私たちの内部にある目が、はい、私たちって出てきたでしょ。あ、人間出てきたなってこと。で、あまりにも滑らかすぎる光景に苛立ち右往左往しているのである。で、その挙句に無理やり境界線のトーンジャンプを作り出し、そこに何らかの、はい、パターンを見出すべく必死にもがいている。はい、出てきましたね、パターンを見出す。はい、ここで、はい、来た来た来たってなった人だけが要約できるでしょ。そこに何らかのパターンを見出すべく必死にもがいてる。あ、やっぱ来たねって話じゃん。こうやってこういう準備ができてるかどうかね。で、私たちの脳ね。私たちの脳みそ。私たち人間の話でしょ。脳に張り付いた水路付け。何のことだって、このパターン見出しちゃうってことでしょ。は、ここまで顔面なものだよ。めっちゃもう強いってことを言ってるわけでしょ。つまり、ここからこの1段落から7段落、結構長かったじゃんか。じゃあ、まとめてって言われて今できる？
できそうじゃないですか。だって全然大したこと言ってなかったでしょ。こうなって上下がちゃんとつけられてればここなって言えばいいでしょ。じゃあ1から7で結局何言ってたんですかって言われたら、二段落の私たちはランダムなはずなものの中にパターンを見出しちゃうよね、これだけじゃないですか。だって CG でもそうだし、火星のあの話でもそうなんでしょ。火星の話とこの CG の話で、その上にあるのは私たちはランダムなものの中にパターンを見出しちゃう。だから1から7まで要約してください。いい、はい、やってできるね。私たちは本来ランダムなはずなものの中にパターンを見出しちゃう、これだけでいいんですよ。これが社長でしょ。だって上にいるんだから。で、これを見つけるのが要約ってこと。で、こういう練習をずっとしていく必要があるのよ。で、こういう読み方をしていかなきゃいけないの。じゃないと現代文は絶対できるようにならん。ここが要約かなとか、まとめかなとか、なんとなく左に引いてさ、そんなことやって問題解いて、何千問解いても一も偏差値は上がんないです。ちゃんとこうやって再現性を持って、あ、こういうことをやるのかって分かった上で、原文はやらないとダメ。で、現代文のさ、塾の先生とか学校の先生がよくありがちなのってさ、文章はさ、すげえ面白おかしく説明してくれるんだよ。なんだけど、じゃあどうやって読むのかっていうのまでは言及してないみたいな多いと思うんだよね。だけど俺はもう徹底的にもう文章面白おかしくとかじゃなくて、もうどうやって読むのか、君たちがどうやって頭を動かすのだけをもうめちゃめちゃ説明してるので、それはできるようになるよねっていう。さあ皆さん、要約というものを分かっていただけたでしょうかね。まとめると、まあ要は社長探せってことです。それは別にしかしの後ろとか疑問形になってるとことかじゃないんですよ。よくあるじゃん、なんかしかしの後ろに線を引きましょうとか、疑問形になってるところは主張になりやすいとか、まあっていうことなんだ。ないじゃん、こうなってないじゃん今回ね。そういう当てはまらないこのあるの、そんなことやっても意味ない。再現性ある勉強してください。この高能塾以前に入る時に河野玄斗に言ったわけですよ。これこうだと思いますって、ようやく過ぎたと思いますって言ったら、僕もそう思いますって言って河野玄斗と固い握手を交わして、僕はねここに座っているわけですから、そこら辺は信用していただければと思います。では皆さん、ようやくしてみてください。この動画を